はい、皆様こんにちは、大研究者大分寮と申します。で本日ですね、こちら外務省の前で、FRN 語学習者の人たちが、陳情活動をしております。で内容といたしましては、6月の、初旬ですね、不意藤さんの、お母さんが中国で不法によって逮捕されてしまいまして、でこのことが未だに続いております。で本日はですね、このことについても取材をして、進めていくつもりでございます。では現場からは以上でございます。はい、ではですね、不意藤さんに取材をしていきたいと思います。まず、お母様の現状についてですね、簡単にご紹介の方をお願いいたします。母はまだ6月2日から、逮捕されておりて、まだ現状とか一切知らないになってますね。もう、結構長い時間経ってるのですけれども、一応家族からもうまだ何もわからないとか言われてました、そして一応中国のファルンゴン学習者迫害とか逮捕されるページ、ネットページ、ネット、メンフィネットというネットがあるんですけれども、毎日確認したら、母は今大連の、留置所みたいなところにいますというメッセージも見てて、それはおそらく母は今あそこにいるじゃないかと思います、ただ現状としては誰にも会えない、弁護士つくこともできない。そして7月1日までに母に対する決まり、何もやらないですけれども、ただ7月1日以降おそらく判決出るじゃないかと家族に言われました、はい、そういう感じで。あと父も、もちろん母のことを心配してるんですけども、私のことも心配してて、今も自分の仕事もおそらくもうなくなってるんですよ。私そういう活動やってるため、中国共産党に知られてて、もう早くそういう活動一切やめないで、やってくだ、早くやめてください。そして今までやってることの記事とか全部削除してください。削除しなければ、そうするしないとクビになる、という中国共産党から脅迫があってて、それで父からも連絡を来たんですけれども、母を助けるために私そういう活動もやめるわけないし、そういう今までの記事も削除することはしたくないので、おそらく、最近父とか連絡をしてないんですけれども、おそらくもうクビになっているという感じになるはずです、多分前回お会いした時にお父様の方は、その中国共産党から脅迫を受けているという状態だったんですが、実際その脅迫がもう現実となってしまったわけなんですね。そうですね、一応脅迫は一部自分の仕事の、脅迫もありますけれども、 おそらく私のことを利用してて、もう脅迫も受けているはずなんですよ。中国国籍のこともありますけれども、おそらく中国に、海外にいるとしても、日本に、中国スパイとかも結構多いので、私を何でしょう、もしできる、中国共産党、やりたいことも何でもできると、おそらく家族に言われたはずなんですよ。なので自分、父は自分の仕事の脅迫以外はおそらく私の安否もそれを理由してて脅迫されてるはずです、というと中国共産党今年の7月1日で、いわゆるその検討もうその100周年というわけなんですけれども、なんかこのことと今中国国内で行われているそのファーレン語学習者に対する大規模なこの逮捕、この2つのことは何かその連携があると思いますか？そもそも中国共産党はなぜにファルンゴン学習者迫害することが私は今いまだにまだ分かってないんですけれども、ただ今回、家族に言われたのは7月1日のためにとりあえず中国共産党から見る敵だと思われている人、大規模で逮捕している、そういう行動をやってるらしいです。ファルンゴン学習者ではだけではないですけれども、おそらく、人権、人権問題、中国人権問題いろいろあるんですけれども、そういう含めていろんな人々方々
が逮捕されてるじゃないかと思いますけれども、ただそういうこと他のバルの学習者以外の私 の, あのことあまり詳しく知らないですけれども、バルの学習者だけすると、あの大連氏だけ母と同じ日、まあ、同時に逮捕される人、母は6月2日に、まあ、2日から多分おそらく5日まで、まあ、その3日間ぐらいで、まあ、大連市だけで、まあ、29人のファルンゴン学習者および家族、まあ、逮捕されている、まあ、もちろん父みたいなあの脅迫されること、仕事なくしていること、まあ、他にもあるはず、まあ、いるはずなんですけれども、まあ、それは大連市だけですよ、まあ、全国はどれくらいの市があるか、まあ、そうですね、それで本当に、まあ、29人かける何倍何倍何十倍もあるはずなんですけれども、それファルンゴン学習者だけで、本当に7月1日のためにあの中国共産党はおそらく、まあ、力とかお金とかもいろいろも入れて、まあ、そういう人権問題、まあ、どんどん厳しくなしていることをもう世間的にもうおそらくもう分かっているはずです、はい、で実際あの、まあ、先週先々週からあの、まあ、日本の方でもあの、まあ、こうやって陳情の活動されていると思いますけれども、はい、まあ、日本側、まあ、もしくは日本政府とか議員さん、その反応はいかがでしょうか。あ、一応あの3人の先生、あの、衆議院議員先生たちにお会いすることができて、まあ、本当にご多忙の中で時間を作っていただいて、私の事情を説明させていただきました。本当に感謝の気持ちでいっぱいになってます。そしてあの一人目の先生はあの本当に2時間くらい私のことを詳しく聞いていただきました。で昨日、そうですね、昨日の先生、まあ、午前中お一人の先生にお会いして、まあ、桜田先生なんですけれども、すごく私と家族のことを同情してくださって、あ、じゃあ外務省を通して大使館に連絡する、母の安否を確認すると言ってくださいました。そしてその場で母の名前と住所とかいろいろ詳しいことをあのそのまま先生にお渡ししてて、そしてあの午後の時も、まあ、それと結構遅い時間なんですよ、午前中の11時とか、まあ、お会いしてて、午後も結構早い時間でもう先生のフェイスブック、もうすでに私のこの事情を書いてくださったんですよ。で3人目の先生も本当になんかあの人権問題、そもそも中国の人権問題よくご存知の方で、あの臓器狩りのこととか、まあ、ちょっとだけ私言ったらもうすでにもう結構深く分かっている方なんですけれども、まあ、中国人権問題とかいろいろ話させていただいて、もちろん母のことも含めてて、あのどうにかちょっと、どうにか、何でしょう、あの議員、あの国会議員の中で中国共産党のこういう問題、まあ、注目、そして早く解決しないといけないという言葉いただきました。ありがとう、本当にありがとうございますって感じで、うん、やっぱり結構日本の議員の先生も声を出すのは多分まあなかなか難しいことかとは思いますので、やっぱりこうした状況でもしっかりとその正義のために発してくれることはすごくやっぱり貴重だとは思いますよね。なんか今後あのどういった活動をされるあの、まあそういった予定とかってございますか。一応あの母を助けてくださいという署名活動もやっておりまして、まあ、ネットの署名活動まだ、まあ、そういうサイトまだできてないですけれども、おそらく今日明日くらい、まあ、出来上がるじゃないかと思いますけれども、そういう署名活動をやり続いて、集まっている署名をあの議員先生たちにお会いするときに渡ししまして、あのもっと多くの先生たち、議員先生たちの力を借りて、あの中国共産党当局にプレッシャーをかけて、あの早く母およびそこ他のファルンゴン学習者早くあの保釈するようにしてくださいというプレッシャーをかけていただきたいです。はい。